昭和52年第59回大会を迎えた甲子園は一人のヒーローを生み出した。当時1年生ながら東邦高校のエースとして決勝までマウンドに上がった坂本圭一。わずか15歳でヒノキ舞台に立った少年は瞬く間に若い女性の人気を集め、バンビ君という愛称までついた。しかしその人気ぶりもさることながら、今なお記憶に残るのは東洋大姫路との決勝戦1対1のまま迎えたあの延長10回裏の劇的な幕切れであった。三塁手のキャプテン森田が心配そうにこれを見て、ランナーがそれぞれリードを取ってワンツーからボール、高球必打。いいボールが来れば当然キャプテンの安井は叩きます。ツーアウトランナーが一塁二塁です。ボールカウントワンスリーから5球目、打球はライトに飛んだ、ライト下がった、下がった、下がった、ホームラン。あれから21年、坂本は今年から高校野球の解説者となり球場に足を運んでいる。大学そして社会人野球を経て現在は会社員、サラリーマンをしながらも野球解説をする二足のわらじだ。乗っていると言いますか、140キロ弱球を本人に行きましたけども、ね、坂本からサヨナラホームランを打った安井はスポーツ用品メーカーに就職、現在は名古屋市内に勤めている。仕事柄地元高校との交流も深く、この時期球場に足を運ぶのが彼の日課だ。いきなり配属で名古屋勤務だったもんですから、そういう面ではいろんな面で知ってる人が多かったんで助かった面も多かったですけど、この日安井が向かった球場では偶然にも坂本が野球解説をしていた。20年余り経った今でも2人を結びつけたのは甲子園だ。試合が終わると突然安井が歩き出した。エラだったもんやね。エラだったね、やっぱ。エラだったね。安井さんのおかげです。最強のツーショットですね。何？かつてのライバルも今では親友となった。新婚さんでいらっしゃる。平石。平石。ね。高校野球の歴史に1ページを刻んだ少年たちは今何を語ってくれるのだろうか。坂本安井に加え坂本のチームメイト森田康弘、そして当時中京のエースだった武藤哲弘が語るあの頃の甲子園とは。甲子園で敵として戦ってた、安井さんから見てどんな雰囲気だったんですか。いや、どんな雰囲気ってやっぱりまあ甲子園の時はおそらくまあ勢いに乗って、初めは割と優勝候補という部分では名前が初めは上がってなかったのが、まああれよあれよという間にざっと毎試合毎試合力をつけてきて上がってきたチームというイメージと、まあもう非常な女性の人気者という部分ありましたし、それとまた1年生っていう3つぐらいがやっぱり印象にありますね。あの坂本くんの人気が出たのが甲子園行ってからなんですよね。旅館の前にそれこそ女子高生だとか小学生ですね、子供さんなんかがたくさん来まして、確かにびっくりしましたけど、15歳だったんでね、で親元を離れるっていうことはなかったですよね。だから、宿舎で、まあ、自分の洗濯をやり、身の回りの世話は自分でやるというのもそろそろ限界に来てたっていうのもあってね、そろそろ帰りたいなという気持ちは多分どっかにあったと思いますよ。やっぱり終わってから大会が、はもう大変でしたね。あ、そうですか。例えばどんなことありました。いや、まあ、どんなこと言われてももう、まあ、電話がこう早朝6時から深夜までですね5分おきになるとか、
僕のうちでそうだったんで、彼なんかはもっと大変だと思いますよ。だから一時家を出たんだね。家を出ましたし、電話番号ももうひっきりなしにずっと鳴ってましたんでね。だから電話に上に座布団乗っけて、してもうそれでももうダメだったんで、電話番号は変えましたけど、ね、変装して学校へ通学しましたから、タクシーに乗って。変装してたんですか？いや、変装してね、帽子かぶってマスクしてタクシーに乗って学校来るような、そういう生活だったんで、僕らはそうでもないですけどね。そんな僕らでもこうたくさんの人がやっぱりこう見に来るんですよね。僕ら見に来るんじゃないですよ、僕らのところに坂本いるんじゃないかということで来るんですよね。自分のこのチームカラーといいますか、チーム力で、その坂本人気を決定づけた東洋大姫路との決勝戦、東邦にとっては悔やんでも悔やみきれないプレーが4回の裏にあった。坂本とすれば守る東邦はランナーを三塁に置いての大ピンチ。外した、しかしながらランナーそれほど出ない、ボールが返った、このボールはそれだ、どうするどうするどうする、走った走った走った、ボールはショートが取った、バックホームできない。記録上は三塁手森田のエラーだが、送球が三塁ランナーに当たったとも思える微妙なプレーだった。あれ本当のところはどうなんですか？僕がボールを弾いたんですね。本当ですか？で、グラブに当たった感じありました？いや、私の、ちょうどですね、まあ、ちょうどこの距離ですね、武藤さんぐらいですね、で、あれスクイズのサインだったんですよね、はい、でランナー飛び出して、バッターがサインを見逃した。いや、ランナーが見逃した、ランナーが見逃したの、ランナーが見逃した、ランナーが間違ったんです、サイン。あ、スクイズじゃなかったの、スクイズじゃなかった、スクイズじゃなかったのにランナーが間違って飛び出して、で、うちのキャッチャーの、まあ、親がウエストして、で、まあ、挟殺入ったんですけど、ランナーと、重なったわけですね。ちょうどこの距離なんですけど、ちょうど今2メーターぐらいですね。ちょうど左の後頭部ですね、耳のところからボール出てきたんですよ。はもうボール見えなくなったんですよ。私グローブのこう当たりましてね。あ、そうですか。で、三塁のファールグラウンドへ、ボールは転がったんですけど、甲子園でね、一度だけなんですよ、あんな難しいプレーは。あと打球は飛んでこないし、そうでしたっけ。結構ね、のんびりやってたんですよ。あの時びっくりしましたね、とっさで。突き止めると私の責任なんですよ。え？突き止めるとね、先輩方に言わせると私の責任だっていうことになっちゃった。どうした？その平井さんに三塁打打たれたお前が悪いと。ただあれ取ってアウトにしてもきっと負けたでしょうね。と思いますよ。いや、そんなもんないでしょ。僕ら正直言ってその勝とうとか優勝しようという意識はあまりなかったですからね。こちらのチームはもうすごかったですからね。5回ぐらいからとにかくもう親の仇のようなスイングしましたからね。もうね、そんな覚えてない？もうね、すごくね、もう完全に一発狙ってきたんですよ。あ、そうですか。ものすごい大きな振りしてましたね、みんな。特にこう、彼ら4番の彼らね、とか、いや、それがもう全く実中にはまった姿ですよね。だから、まあみんなで試合前にどちらかというと、相手は1年生やと、で僕らは3年間苦労してきたやという部分があって、1年生には負けられへんぞっていうのがやっぱりチーム内ありましたからね。で、不思議とあの試合だけはみんな自分で決めたろうと思うんですよね。自分で決めたろうという気がものすごい強かったと思うんですから、もう全部がやっぱり逆に言うと術中にはまってもうひねられたっていう感じが強かったですね。結局試合は1対1のまま延長10回裏へ。いよいよ坂本と安井最後の対決を迎える。あの時だけど、あの前のバッターが3番バッターが敬遠されたんですよね。ああ、そうですね、はい。なんとか自分で決めたい気持ちものすごく強かったですからね。前の普通だったら自分やっぱり4番バッターいうプライドありましたからね。自分の前で歩かされるなんてことはもうプライド許さないわけでね。でもその時だけは嬉しかったですね、僕にチャンスくれたって。そんな気持ち今まだ一回もないからね。ホームランを打たれる1球前かな、そこですね。そのスライダーって一応前に投げてたんですけど、それが自分ではなかなかそのアウトローにいいコースに決まったなと思ったんですよ。だからあれはワンツーから投げたボールですね。投球がこれから4球目になります。マウンド上のピッチャーの坂本、ランナーがそれぞれリードを取ってワンツーからボール、
あれは安井さんは振らなかったのがすごいバッターだなと思うんですけど、多分手が出なかったんだと思いますけど、あれを逃されてワンスリーになったんですよね。いや僕はもう全部打つつもりで言いましたからね。もう手の届く範囲は全部打とうというぐらいな気持ちでしたから、それでね、ワンツーからのスライダーがね、手が出なかったということは本当にいいボールだったでしょう。まあ見送った時にはボールという判断をして見送ってるんですけどね、後から考えるか、見逃した瞬間にあ、ひょっとしたら手が上がるかもしれないという気持ちはありましたよね。まあそれぐらいいいボールだったことは今でもその一球に関してはもう本当によく覚えてますね。あれがボールっていう判定で、まあ勝負、そこで勝負がもう終わってたのかもしれませんね。もうあとはもうワンスリーになりましたんでね、行くしかない、アウトコースのストレート低めっていう要求があったんですけど、まあ残念ながら2アウトランナーが1塁2塁です。ボールカウント1-3から5球目、打球はライト飛んだ、ライト下がったホームラン。延長10回の裏、キャプテンの安井サヨナラスリーラン。ファーストキャンバスを踏み直して三塁キャンバスを踏んだ。甲子園球場は興奮です。あの時ね、何としても抑えてやろうと思ってた、そういう気持ち強かった？ないだろ。いや全くないです。ないだろ。すいません。そう思いますよ僕も。いや本当にひょうひょうでしたよ。そうだ、淡々と落ちたのな、うん、こっちは無欲、こっちは欲の塊だったかもしれない。やっぱその差が出ましたね最近。私は思いましたね。翌年の昭和53年、2年生になった東邦の坂本は前年の甲子園で敗れた悔しさをバネに2度目の甲子園出場をかけて愛知大会決勝戦に臨んだ。その対戦相手となったのは中京高校。3年生エースの武藤が坂本の前に立ちはだかった。その2人は現在同じ職場で肩を並べて働いている。予定がすぐ立ちますね。最初は名古屋には坂本が先に来てます。あ、そうなんですか。はい、だから高校一級上でしょ。はい、で明治からだよね。はい、僕は法政に行ったんで、そこでまず声をかけてもらったっていうのがあるわけです。元大先輩からね。元大先輩も1年生から投げてましたんでね。で NKK に入るのも一級早く入ってるわけですよ。で僕は追っかけて入ってますんで、奇遇ですよ。ずっとなんかね、腐れ縁ですか。ね、もう腐れ縁ですよ。嫌なんだけど。おら、何坂本がまた来るのと。また来るのと。ところで、あいつ投げれるのかというところが。大きなお世話ですよね。まあ、たまたま運が悪かっただけでさ。本当にもだけど、僕なんかは一番坂本の球を見てるわけですよ。高校の時に決勝で、おそらく坂本の最後の生き証人じゃないかなって僕は思ってるんですけど。県大会決勝戦では結局甲子園行きの切符を手にしたのは中京高校だった。坂本の甲子園連続出場は武藤によって阻まれた。2-1、中京高校18回目の優勝を飾りました。うん、もう自信は持ってましたよね。ただとにかくその東邦の坂本だけはね、打たないと甲子園はいけんだろうと、はい、いうのはもう新チーム作ってからそのことだけは頭にありましたね。で対する東邦高校は中京に対しては覚えてらっしゃいます？まあ強打の中京っていうのはね、武藤さんを中心に、すごいいいチームだったですからね。もちろん中京高校は優勝候補でしたから、はい、まあ東北高校は多分ダークホース的な存在でしたかね、当時の大会は。ただまあ中京叩かないとね、2年連続でいけないなというのがありましたからね。まあ調子はあまり良くはなかったんですけども、それなりにでもまあ投手戦の展開になって、
1対1の同点に追いついたんですかね。そうですね。さあこれからというところで、天下の中京の4番がスクイズですよ。それ考えられないですよ、ね、あの時にやっぱスクイズじゃないと点は取れないだろうということで判断したと思います。東邦を抑えて甲子園のマウンドに立った武藤には大きな試練が待ち受けていた。 PL と当たった準決勝、中京4点リードのまま試合は9回裏2アウトまで進み、あと1球で試合は終わるはずだった。投球と同時にランナーが走ります。ピッチャーの右、セカンドの左、止めた、トス、セーフ、セーフ、1塁もセーフ。同点に、なってからですね、急に疲れがどっと押し寄せてきましたよね。だから延長入った時にはもう本当にもう気力だけで投げてた思いがありますね今。ピッチャーの武藤、大きく深呼吸。愛知代表中京高校、12回の裏絶対のピンチに立ちました。ノースリーです。熱湯の幕切れは押し出し。やっぱ最後の最後まで、ゲームセットというまでは絶対に、気を抜いちゃいけない。僕の今の人間形成というか、そういうもの性格すべて、あの時のシステムゴルフでも最後の最後まで OK ないですからね、この人は。最後蹴りをつけるまで最後相手が参ったっていうまでですね、やると。一番思うのはやっぱり仲間ができたっていうことがですね、一番大きな財産に、県をまたがって地区をまたがっていろんな友達ができる、それは大学野球でも一緒ですけども、そういったことがチームスポーツでですね、非常に良、かったなというふうには思いますけどね。あれだけできたということがやればできると、ことで今の自分があると思いますね。自信になってますね。いろんな意味で甲子園に行ったっていうことが、甲子園のその期間というのはたった2週間ちょっとなんですね。だから37年間のうちのたった2週間であるんですけども、たかが2週間なんだけども、やっぱり自分にとってはですね、非常に大きな出来事といいますかね、だと思います。